じゃなかった。明けましておめでとう。今年もよろしくお願いします。新年の挨拶っていつもと違ってなんだか照れちゃうね。あ、そうだ、年賀状も送ったからお楽しみに。白紙の年賀状が届いても書き忘れたわけじゃないから、よーく見てね。あなたならきっと分かってくれると思うな。ヒントは私の大好物だよ。さあ、神社までもうすぐだから頑張って登っていこう。新年から結構いい運動になるよね。カナンちゃんたちはもう山頂に着いてるみたい。着物で歩幅が狭くなってるはずなのに歩くのが早くてびっくりしちゃった。やっぱりすごいな。ダイヤさんは着物に慣れてるって話してたし、マリちゃんもカナンちゃんもこの道には慣れてるもんね。私もカナンちゃんたちみたいにスイスイ登れたらいいな。余裕そうに見える？それは日頃の練習の成果だよ。少しずつだけど頑張った分の成果は現れてるんだよね。な、神様に何をお願いしようか迷ってたんだけど決まったかも。今年もみんなと一緒にたくさん楽しいライブができますように。どうかな。目標があると頑張ろうって気持ちがたくさん湧いてくるよね。今年もいっぱい練習してみんなで夢を一つ一つ